ニュースポストセブンです。兵庫県警の女性巡査部長が勤務中に交番で常時にふけっていたことが発覚しました。兵庫県警では2017年にも既婚者の男性警部が部下で独身の30歳女性巡査と署内の道場に隣接する個室で常時に及んだことで処分を受けており、昨年も既婚者の男性巡査部長と独身で21歳の女性巡査が勤務中に交番で3回ほど同様の行為をしたとして処分されています。度重なる問題について兵庫県警に聞くと、それはもうこのような不祥事を起こして県民の信頼を得るにも大きく水を差したということで本当に申し訳なく思っていますと恐縮していました。ニュースポストセブン。